この時俺は二つのことを学んだ。大事なものはなくして初めて気づくこと、そしてそれは簡単になくなってしまうこと。大丈夫、私はいなくなったりしないよ。太陽が好きなしょっぱい卵焼き入れたよ。はい、あーん、あーん、うまい。紹介するね、私の兄弟たちよ。兄弟、私んちスパイなの。スパイ。江戸の忍びを起源とする夜桜家の血筋は代々超人的な人材を輩出してきた。才能を継ぐ当主を才能を持つ家族が守り支えることで夜桜は繁栄してきた。これからは夜桜の一人としてしっかり鍛えてあげるからよろしくね、太陽。ほら暴れるぞ、遠慮はごめんちゃい。なぜお前がいる。私と太陽は夫婦なんだし、あんたたちビシバシ行くよ。これ一日で死ぬかも。ツヤとグリップのザラつき、頭ん中までバグってんじゃん。俺はめんどいことは絶対にしない。少量の毒が入っているんだ。俺はお前を殺したいが、この身に変えても決して死なせない。俺たちの愛するむつみのため、必ずむつみを守ってみせる。君の仕草に隠れた言葉を探して。私と結婚してくれてありがとう。